はい、よろしくお願いします。おはようございます。まあ暑いのでね、ちょっと、水分取りながらやりましょうね。ちょっとね、ここのとこ個人邸の手入れとか行って気がつくのはね、木が茂り方が、通常今までだと6、7月に剪定して、その後夏に向けて木が一斉にもっと茂るんですね。でその8月ぐらいに向けて茂ってる状態が今木がそうしてるので、幹焼けが怖いんですよね。木は日が強くって、葉っぱが少ないと幹に直接日が当たって、そこからこう乾燥したりして幹焼けっていうのを起こすんですよ。だからそれを防ごうとしてるんだろうなと思うんですけど、それは通常だから8月頃にそうなるんですけど、ちょっと早く準備してるんだなと思います。だから今日剪定常緑樹しますけど、木の方の事情を考えてあげて、日光から身を守ろうとして茂ってるんだっていうことをちょっと考えていただいて、あんまりバツバツに透かしすぎて傷めないようにね、そこはちょっと気をつけてほしいなと思います。じゃあ金木犀やりますね。はい、大体はね、脚立使わないでできる高さにしようということでやってるんですよね。はい、金木犀わかるよね。これ強いでしょ。これ強いでしょ。だからこれかこれに切り戻しね。これもね。もう上の方がいいよこれで。でこれを後でやるからね。で何を聞きたいって？野村先生ちょっとだけいいですか？はいはいはい。この ここから切っちゃいたいんですけどダメですか？それはちょっときついな。ここいい。はい、わかりました。うん、上のここら辺を使ってるので、だ。失敗しちゃったのここ。ああそういうこと。ああ、うん、残した方がいいですね。はい、わかりました。中枝ですけど。うん、そうだね。あ、でもうんと小さくしたいんなら、はい、もうこの辺を残せばいいから、こっちを、こうやって変えちゃいけないんだよね。言っといて。これちょっときついな。あ、うんと小さくしたければね、この辺で。私たちの手の高さだと。ですよね。このぐらいで切らないと剪定ができない。うん。すごい、ありがとうございます。それで、はい、これはこの辺はちょっと残してあげないと輪郭作れないので、はい、この辺は引っ張ってこれる、はい、例えばこういうふうには切れるでしょ、はいね、はい、こっちはちょっと切りようがないから、はい、まあ、ないとこで切ってもいいです。もしないときはもうしょうがないんで、はい、こういうふうに切っちゃっても、はい、また吹かせばいいんで、はい、こういう感じで、ね、はい、でこっちも低くしなきゃいけないでしょ。先生、これは切っても平気ですか？あ、うん、うん、枯れ枝は取ってみ、あ、どれ、どの枝？これはこのまま残して、だから、うん、残しても吹くから、で、吹いてからもう一回、吹かせないと、何もなかったでしょ？はい。この辺はできるよね？この辺わかる？どれを残すか。この枝。これを、うん。そこまでやんなくても、この枝残せば。この枝でだから、ここで切れば。はい。ね、はいはいはい。わかる？はい。これはこの辺までにしときたいね。上に枝あるか、ここまでいけるか、はい、この枯れ枝抜いてくる、はい、上はこんな感じで抜いて、この辺は届くね。はい、でこれはどっちか抜いとかないとこれ競っちゃうね。こっちだけ抜いとくか。平行枝になってるからね。これは抜いちゃった方がいいね。これ上からノコギリ届くかな、こういうふうに届けば。無理？届くかもね。じゃあこれ切る。はい、
ね、印つけとくからね、はい、ありがとうございます。それを抜いて、でこれはここで切る、これもコジットでね、コジット、はい、こういうふうにね、はい、こういうふうにね、ありがとうございます、こういうふうに切るね、はい、それでこの上はここで切っとけばいい。よいしょ、はい、これちょっとやってみて、はい、はい、どこですか。あ、先生ここをお願いします、はい、ここ抜いといた方がいい枝はこれがもう多分競ってくるから、これね、はい、コジットでね、コジットで切ってくださいね、ちゃんとね、こういうふうにね、これはね、これは取って、この中枝もなくていいですね、これなくていいね、これ切る、それとあっちは取っとくかな、どうしようかな、これはちょっと残しといた方がいいね、ここの頭のコブだけなくした方がいいと思うんだよな、ちょっと大変かな、これはない方がいいんだけど、ここで切るの大変だから、うん、の切れないと思うね、これをなくしといて、これをなくしとけば後で取り出してね、で上はもうこの辺残しにすればだいぶ低くはなりますよね、こういう風に切れば、この辺で切れば、これ上切ったのかな、違うかな、こっちも手入れてない、あ、入れてない、これはこれじゃ弱い、弱いかな、詰めとくか、これ切り詰めね、葉っぱのとこで切るんでね、これは内向してるからいらないね、でこれはなくなるからいいよね、この上はね、なくなるでしょ、でこれとこれ切っちゃって、はい、先生がこれ中の入れたでしょ、これはさっき、この真ん中の背根のところからこの木に枝に対して直角に行くとこうなるでしょ、はいはい、これに対して今この角度で切りなさいっていう、これが大事だ、例えばここで切っちゃってもこれだけ飛び出た形で残るわけ、残るのね、はい、それを少しでも切るのは、それと生地のこの直角に引いた線と頂点とこっち側の線からも半分出たか半分出たかなっていう角度でやるのが一番いい、これはあとね、あ、ちょっと太いから向こうで、向こうでやるのこの線に合わせて、そうだからね、この時に長竹こっちにギリギリにあまり傷つけないように、ちょっと上なんだけど、ね、なんかカメムシの匂いがするな、カメムシこれもここ、そうですね、うん、もうちょっと下側でいいと思います、この下はできるね、この辺で、これを残して、この辺を、うん、下から行くしかないですね、そうすると、もう少し、この辺から、これが、ちょっとこれが、こんな感じで、もっと、体こっち来たほうがいい、うん、いや、これは切ってって言ったの、切った？あ、今切ってんの？いいですね。あ、全部スッキリしましたよ。それは切ってんだからスッキリする。さっきこれもちょっと見つけて、結局こうやってほら上の方をダーッと整理すると
平らなやつにこれが今度伸びるために、うん、この下はいいね、できますね、下は届くからできますね、はい、はい、ここあ団子になっちゃうよね、ここまで行っちゃう、行っちゃっていいですか、あこれ残すか、うん、ちょっと足りないけど、まあこれ残しといて、はい、太くなるのを期待して、 そんな太くても大丈夫です、あんまり良くない、でもここでダメでも、うん、この下があるじゃん、これがだから、はい、これがダメになってもこれが頑張ってくれるから、これの場合はここ取っちゃってもいいですか、うん、それ取ると打ち枝になっちゃうんだよな、どれか向こう行ってんの残したいんだけど、あ空いてるからね、あでここで取っちゃう、はい、ここで取っても多分この下の枝が頑張るでしょ、はい、この方がいいんじゃないですか、だいぶ低くなる、うん、だいぶ低くなるね、これも綿で下げてもらって、はい、ここだいぶ日が差して、うん、これは下げてもね、もう そっちの絡みがあるからね、ゴツゴツなんだけど下から取るわけにいかないから、あれはそのまんまでいいですね、ここでいいですよ、ここでやっちゃっていいですか、ここでいいです、はい、団子になっちゃう、はい、ここのところこういうふうに切ればいいわけ、いや、え、今これ残し、でこの上から これ残し、あこれこれ、あ下のだから、あそかそか こうですね、はい、わかりました、こうですね、はい、でこれはこの辺残せばいいから、これを残すからこういう風に、こっちからの方が切れば、フィールの、うん、よいしょ、冷やして、でこれは下げたいから、こう、うん、あ、違う、待って先生、ここだから、そうだ、ちょっと水平切りみたいになっちゃいますよ、それ、これでいいですか、うん、水平切りみたいになっちゃうでしょ、うん、そうそうそう、そうなっちゃう、しょうがないね今の赤線を後で切って、はい、これはこの辺で戻してくださいねって切っとくか、こんなもんかな、でこの辺は適当にこうね、はい、揃えて、その辺もね、はい、でこういう風に立っちゃってるのはここの、ええ、あの横行ってる枝残すか、だから蜜抜いちゃってください、真ん中抜いちゃってください、はい、これはあ中枝切っちゃってるな中枝は残してくださいね、中枝切られちゃうと切り戻せなくなっちゃうから、中の枝をね、あの、ま、間引かないで、どこ、はい、お願いします、はい、ちょっと迷った枝がありまして、はい、ここのその枝自体が、うん、はい、この中にこうやって入って開口してるのって、うん、切っちゃって、これ気をつけてね、これとか先生、どれどれ、うん、それもいや、もうこのね、うん、この枝自体がもうさまよっちゃってるんだよね、これが、はい、ここで切られてるでしょ、はい、あ、そうですね、だから外枝残さなきゃいけないのに、外枝切っちゃってるから中こうしちゃってるわけ、うん、だから外に出したいんだけど、うんうんうん、この辺に外行ってる枝が壊ればそこまで切り戻せるけど、ないですね、ないんだよ、あ、そっか、過去に切ったのはそこで切っちゃって、そう、内向残しで切っちゃってる、あ、なるほど、だからこうなったらもうここで切るしかなくなっちゃう、この枝をなくすし、そうなんですか、あるいはさっきの寸胴切りみたいにここで寸胴に何もないところで切っといて、はい、芽が吹いてからこっちが外来てる枝を残してそこで切るか、どっちかなんですよ、どっちにする、待つ、出てくるのを待つ、どんどん切りにしよう、ありがとうございます、どかないところちょっとどんどん切りにしようよ、そうしよう、いいよ、こういう、やっぱ一回切るのを間違えるとじゃあ、後々にちょっと、ね、そうだよ、後々の人がね、なんでこんなとこで切んだよって、なんで、あれってなっちゃう、全部内向の人ってことか、ね、そうそう、そういうこと、そういうこと、上はこんなぐらいな感じでいいんじゃないかな、はい、うん、ちょっと雑だけどね、こんな感じでいい、いやいや僕的にね雑だけど、まあ自然の山の中の木だからね、大丈夫、はい、もうあんまり低くする必要ないよ、うん、それだからそのちょびちょびちょびで切っとけ、うん、その2本残しぐらいで、うん、真ん中、そうそう、それそのぐらいにして、うん、枝先が不自然になっちゃうからね、ぶつ切りするとね、なるべく、
うん、もうそのぐらい、多分下から見たらいいぐらいだと思う。あの下の脇はもうちょい切り戻してみ、あ、そこ出てるな、こっち。これどうしようかな、ここでいいか。いや、ここまで低くしたくなかったんだけど、周りをちょっと下げられちゃったからもう頭やんないでいいようにしといたんだけど。脚立乗るとは思わなかったんで。で、脚立のかけ方非常に危ないよ。危ない、非常に危ない。押さえていた。あの、それだ、倒れるよ。倒れるようにかけちゃってるから危ないよ。非常に危ない。もういい、いいんじゃない？はい、いいですか。もうやばい、あまりかわいそうよ、もう。うん、もうなくなっちゃうんだよ。それだから、ちょっと下げすぎちゃったな。頭だけやっとくねっつったんだから、頭はいいんだよ、もう。降りた方がいいよ。はい、あの、危ないんで本当に倒れるよ。なんか言った？いい？先生なんか聞こえたけど。はいはいはい。どうでしょう。え？カスカス、それ俺やってたやつでしょ。はい、うん、もう上等だよ。いいですか、もうちょっと透かしすぎ。うん、これツル取った、ツル取って、ヤブガラシは下から飛んだよ。ヤブガラシは下から飛ぶ、下でヤブガラシ、付け根、付け根を探して付け根から引っこ抜いて、はい、で下に引っ張る、はい、頭の上ですか、これこれこれ、これの元を抜いて、これを取っといてって言ったのに、こんなんここやんなくていいから、これを取っといてって言ったのに。話が通じてないって。本当だよ、しょうがないな。すごいな、これ。いや、濃いとか薄いじゃないってば、切り戻すんだよ、いいところに。これなんかだって、これ高すぎない？高いです。これ残しとか、これ残しとかで切り戻せるじゃん、はい、ここだって。これなんでこんなベロンって出てるの？これに切り戻せばいいじゃん。あ、じゃあ切っちゃって。いや、全然切り戻せてないから。それじゃあまりに山巻きすぎるよ。もうちょっと、これちょっと下げて、下げる、下げてください。上の方は切れません。どんぐらい下げるか、そんな、そんなにどうなんで、先生打ちないで下げる。だってこのぐらいでいいんじゃないの、脇はこんなもんだよね。てっぺんだってこのぐらいで、木の感じとしてはいいんじゃない。おかしいか、このぐらいで、このぐらいでいくか。ってことはこの辺で、
やっぱり蜜割ると不自然だな。これ届く？この辺切り戻せる？わかるよね。これ強いでしょ？これ強いでしょ？だからこれかこれに切り戻しね。これもね。もう上の方はいいよこれで。やるよやる、ちょっと待ってやるよ。聞こえねえか。はい、これでもうそこの脇だけやれば OK ね。はい、どれどれ。目印をつけたのがやっぱり切れないの？あ、そう。あ、それ、はいはい。ここ、あ、ごめん、手が届かなくて、すいません。途中で。そう。2人で変わったんですけど、すいません、ダメでした。こっちから切るか。あれ？方向悪い？あれ？あ、切りにくいね。そうだよね。はい、ありがとうございます。え、もう一つ。ここ枝がここはクロスしちゃってるんですけど。ああ、そうだね。はい。これが残ればいいね。ここだと思った？そうかなと。はいはい。本当に？いや、全部複雑なので、うん、そういう風にしてやらないとダメかなって、うん、外側に行く枝だけ残した方がいいかなって言ってたんです、うん、そうそうそう、ありがとうございます。で、こうなってここの残りを、はい、これがいい枝じゃん、はいはい、これはここから出てんのか。これは枯れてて、これがいらないってことか。これが残ればいいからね、はいはい、こういうことだね。 ありがとうございます。はい、あ、良くなったじゃん。ありがとうございます。あそこにちょっと枯れてるのが残ってるね。あれだけなんか背高いな。あれは終わってんの？あれなんか背高いな、これだけ。なんでだ？芯はいいか。この辺切り戻すないの？切り戻せない？これ強いでしょ。今あなた触ってるやつ残せるでしょ。これ残して。うん、あれそれだった。これをなくしてんだよな。なくしたい。今のこれが残ればいいんで、ここで切っちゃえば。この辺なんか濃いな。あの逆光してる枝とかあるんじゃない？内光枝も。ちょっと休憩します？ね、皆さん夢中になると危ない、ね、はい、休憩、はい、そうなの？幹の数多すぎる。多いよね。下から10人ぐらいで取れてる。これはいらないよね。マーキングはいいか。マーキングどうしようかな。みんなこの切り方してるからダメだね。もう腐れが入っちゃってるね。あ、それ切っちゃってくださいね。で、内側で置いてるこういう葉っぱが出てないですか？あ、もう、うん、バキバキ取っちゃってください。これもどっちかにしようかね。こっちのが使えるね。こっちだね。これを先に取っちゃいましょうかね。脚立かけて引き出せるかな。下からちょっと出ないんで、
脚立かけて取ってくれます、この枝を。これね、なるべく枝折らないように、まあうまく出してください。新落としちゃっていいですか。はい、どれ。ああ、いいです。はい、これなくした方がちっちゃくはなるけど、なくす。じゃあ真ん中芯取っちゃいますよ。次これね、うん、リアカーのところに一枝切りを持ってるんです。そうですね、すいません。これかこれ、ない方がいいね。これかな。これ落としてくれます。下からで切れるでしょ。そんで、こっち側はもうここ頭決めたから、その頭に沿ってよ横をもう脚立で届くんじゃない。あの切り戻ししてって、あ、形よくね。そこじゃないよ、こっちだよ、もうちょいこっち。あの頭が出来上がってるっていうか、そこ分かります。うん、頭こっちが、あの公園側の方できてるでしょ。そこの部分に合わせて、あ、上からね、これに合わせて上から、だからもっと奥でしょ。切り戻しだから、その先っちょじゃなくてここですよ、ここ見えます。はいはい、ここぐらいでこうやって切っていかないと切り戻しにならない。この高さですね。高さっていうか、ほら幅をさ小さくしたいんでしょ。このぐらい、この辺に手届かないと切れないですよ。せめてこのぐらい。
この辺に切り戻してってくんないと。これはもういら元からいらねえのか。かなり深くです。5、60センチやも そこらもっとかな。なぜこの辺の葉っぱが残る感じですよ。この辺に。この辺が輪郭になる感じ。だからもっと奥だって。ここだよ、ここ。ここ。ここだって。ここだから輪郭したいの。もっと脚立を近づけて。この辺、下から切れません。ここ。この立ち枝2本。これとこれ。これ2本。これ切ってくれます？これ。あそこ届かない。あ、ちょんと出たやつを揃えてくれるといいんだけど、あとこっちの右側のピョンってやつと。うん、それと、もっと右にもあるんだ。もう一回脚立かけ直さない。いや、下から見て、自分で見てほしい。あの、揃えてほしいんだ。枝先だけ。どんぐらい出てていいのかな。どのぐらい出てていいのかな。極力かけ込ますか。ちょっと下の皆さん呼んできてくれます？はい、あのデモンストレーションじゃないけど、はい、見てもらったら勉強に。はい、でまあバランスがあるからね、あんまり片側だけ絶壁ってわけにもいかない。なるべく強めに。かさばりますよね。あのてっぺんだけ気になるな。最低これだけど、もうこれの強いのは残っちゃう。だからもう下にいいのがあればもうなくした方がね。大概その周辺がもう枝できてるから、周辺でなんとかなる。こういうのもね、もう強いじゃん。こういうの、見やすいでしょ、これ。わかるでしょ、うん、この辺で切るか、ね、でもここ通路だからもうここまで行っちゃうけどね。これ残ればいい。これもこの辺が残ればいいんだね。下いらねえ。このぐらい詰められる。
だからこう輪郭が見えてくるとここら辺に葉っぱが残ればいいわけで、例えばここら辺の枝でここで詰めても葉っぱがここだから、もうこれが残ったとしても、ここで切り戻してね、これ残ったとしてももう輪郭より出ちゃってるすでにね。だからこれここで切り戻してもあんまり意味ないんだよね。もうだってここまで詰めたいんだから。そうするとそこに葉っぱがあるのどれかなって言うと、もうこの辺のペロペロしかないけど、だどっかにあればいいんだけどね。この辺が脇枝でこう出てればこれ残せるんだけど、もうこれないんだよ。だからこういう場合もしょうがないから、こう切り詰めといてね、一旦。あんまり切り詰めするとなんかそこ刈り込んだみたいに見えちゃうから、こういう風になっちゃうからあんまり良くないけど、ここで待っといて中拭いてからもう一回切り戻すとか、もうこの際もう次いつやるか分かんないんだったら、もうここまで取っちゃっても同じことなんだよね。こういう風にこんな風に残すんだったらもう切っちゃって、で周りの枝で作ってやれば、これも多分無意味だと思う、ね、こういうのね、ここまでいっちゃえばこの辺で柔らかいの残るでしょ、この辺に残るでしょ。だからこの辺の葉っぱを目指して切れる。だからこうやってブランってなった時に、これをどこで切るかって考えても無駄なの分かるでしょ。葉っぱこの辺に欲しいんだから、だからこれ葉っぱないんだから、こうなっちゃうってことでしょ。だからもういらない、そう。だから下の枝でやるとか、うん、いうことなんですよね。これもね、もう輪郭がどこ行ってるかなんです。ここら辺だともう出過ぎかもしれないね。もうちょっと中って言ったら、もうここでこういうふうに切るしかないじゃん。だからこの辺のを残してもしょうがないっていうのも判断しちゃう。そうするとここら辺に達してるのってこれだけなんだよ、これとか。だからこの辺まで行っちゃえばこれで一回で終わる、ね、これもそうね。この辺の葉っぱで葉っぱが達してるのどれかなって見るともうないんだよな。これ軸で切るしかないんだよ、こういうふうに。だから意味ないとなると、ここの上がここでね、三つ股になってるから、これ下の枝なくてもいいんでね、まあ、たまにはこうやってもいいし、目立たなきゃいけない。これもブランってなった時に、これがこれ残しにして意味があるか考えるわけよ。そうするともうこの奥まで行かないと意味がないって思うんですね。ここで切ってもね、同じ切り戻しでもここで切ってもなんか人工的になっちゃうから、もうこの枝ちょっと輪郭より中だけど、ここで切った方がもうすごく自然に見えるね、いうことですね。こういうところもここ見ないで、もうここの枝残せばいいや、こういうふうに、ね、であとは眺めてこう、あちょっとここ出てんなと思ったら、この葉っぱまで切ればなんとなく輪郭が綺麗に見えるとかね、そういうのは後から、そういうのはもう高枝切りでもできるでしょ。そういうのはね、ちょっと枝先揃えるぐらいだったらね。でこれ朝言ったので言うと、かなり強めの剪定です、ね、だからこれで持ってくれるかどうかですけど、まあ多分木としてはね、反発して中も抜いちゃったから、あの徒長枝の立ち枝がバーッと吹きます。で吹いた時にまたそのまんましちゃうと、次回また今度ノコギリで引くようになっちゃう。3年も4年も経ってからそれを整理しようとすると、ノコギリで引くしかなくなっちゃうでしょ。こんなすごいゴミになっちゃう。だからもう来年こう胴吹きしてきたら、今年でもまあ吹くと思うけど、胴吹きしたらもう入りそうな方向だけ残して、あとは手で変えちゃえばね、バキバキバキって手で変えとけば、もう次回すごい楽なんだよ、うん、だから太くしないで、いらない枝はね早めに手でかけるうちに変えちゃってください。はい、こんなとこです。はい、以上です。あともう少し整えて終わりです、こっちはね。でも下枝残したらどうなの。本当も残して、うん、でもどっちかって言右の方が元気はいいよね。 こっちですよね、うん、うん、こっち切っちゃって、うん、切るか、こういうあそこの下枝とか残して、ここで切って、うん、こっちはこの1本だけ残して、ここで切るか、はい、これを残すか、これ残すかだけど、これだけ、こっからにしとく。この今先生が触った木は、あの枝が向こう側に出ちゃって邪魔になるんじゃないかと思うんだけど。あ、これ？うん。いや、でもなんかないとおかしいよ。そうですか。うん。
これは一番下だけ残していいんじゃない？で斜めに先生すいません切っといて貼っといていただけますか？こう切ってほしいっていう。はい。その例だと。そこのところで切ってくださいって指示しますから。はい。この枝を生かそうっていうのはわかるかな。あれもだから本当はもうちょい斜めにね。なかなかこういうふうに斜めに切ってくれる人いないと思いますけどね。どうか腕ですね。腕っていうかこうそれを理解してくれてればいいんだけど、斜めに切ると表面積増えるから良くないとかわけわかんないこと言うんですよ。こういう感じですね。はい。ありがとうございます。はい、ちょうど時間となりましたね。枝を見ながら、ええ、はい、切れるようになるとね、だいたい切りすぎ病にかかるんですよ。そうですか、はい、誰でもそうなんですよ。職人でもね、駆け出しの頃は慎重にそれこそ切ってんだけど、ちょっと切れるようになると調子に乗って結構行き過ぎちゃうんで、その病気にならないように、はい、その時に木のことを考えてあげて、はい、自分だったらどんだけ切られていいかなっていうのをね、はい、思ってください。